樽はこういうので作ってるとか、うん、こういうのを使ってるって聞くと、うん、ストーリーをこう想像できる年齢になってきたじゃないですか、はい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 、涙もろくなるじゃないけど、はい、あ、そういろいろ聞いた方が美味しいのと一緒で、うん、音楽もなんかもうちょっとこう作り方と か,、うん、なんかそういうの伝えていきたいなって最近なんかちょっと思い出してるんですよね。初めてここ何年かで。東京チルアウト始まりまして、yes. 今日のゲストはクレバー君です。よろしくお願いします。乾杯。乾杯。Yes。しみるでしょうよ。Yes。 今ね、今日ね、さっきちょっと言ったんですけど、ここまでずっとやってきて、ね、うん、いやでも嬉しいです。ありがとうございます。いやいやいや、今日飲めますから、ね、ありがとうございます。今日美味しいワイ、あのワイルドターキーで、ワイルドターキーソーダでいただいております。ウイスキー飲むこと多いんでね、嬉しいですね。うん、うん、ずっと飲んでられるよね。そうですね、うん、本当にこれだと昔そんなこと考えもしなかったですけどね、なんかウイスキー飲む自分とか。前にさ、はい、あの某レディオプログラム、そのプログラムの中でさ、出会いはどのぐらいって話したと思うんだよ。どれが最初なのかちょっと分かんないくらい。でもやっぱり20年以上前でしょ、はい、うん、やっぱりね、はい、そうだと思って、そうですね、うん、20年以上前に池袋のチョイスっていうクラブの、うんうん、多分 FG ナイトの前身っていうか、はい、FG ナイト、FG ナイト一番最初の、うん、もう始まったばかりの頃の、うんうん、やってた頃のやつのオープンマイクあったじゃん。ありましたね。だそこにやっぱり来てたと思う。来てた来てた、うん、そうそうそう。で俺らもそれに行ってたから。そっか、そこが出会いの可能性が一番でかいと思うんだよね、うん、でも俺はもうそのリップスライムの、うんうん、リップスライムだって分かってたと思うんですよ、雑誌で見てたのか。オープンマイクで誰でもいいぞ、うん、マイク持ってっていう時間があったの。ありました。そういう時は絶対あった、うん、あったよね。ありました。その頃にもすでに頭角を表しまくってズル向けの頭角だったから俺ね、うん、あの時行って、うん、そのクラブに行き慣れてなさすぎて、うん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 、自分らで最初ね、下北でやったチェックヤマイク出たんですよ。おー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 、でその時にシローさんとキンさんが、うん、メロイエロのキンさん、うん、ライムさんの歌丸さんと、はい、キンさんが声かけてくれて、うんうん、こういうイベント池袋でやるから、うんうん、来なよフライヤーくれたんですよ、うんうんうん、嬉しくて。ヘッドハンティングだよそれは。まあまあまあ、うん、まあそうだよね。9時からって書いてある。9時から5時までみたいな、まあ、書いてあるじゃないですか、うんうん、曖昧な感じでしっかり9時に。あ、早い早い。知らねえから。やることない。そうそうそう。しかも9時からもう全てが始まると思ってっから、うん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 、6時半ぐらいから池袋の1時間650円で飲み放題の店みたいなのでしこたま飲んで、もう作って完全に作って9時に行って、うんうんうん、で行ってもやることないからまた飲んで、飲んで結構ヘロヘロの状態で、もうやる気満々、やる気満々で行ってたんですよ。すごかったよ、覚えてる。俺はその多分ね、キックを、キックじゃない、あのバイファーだよね、うん、バイファーで来てて、そうですね、当時まだ MC だって、あのキューちゃんとクレイちゃん、もういたじゃん、もう一人、もう一人いて、3人組で来て、3人ともデタラメにできちゃって、うまいじゃないみたいな、すげえやつがいて、俺たちもうちょっとアバウトにのんべんだられやつだから。いやでもね、なんかすごい覚えてるのが、うん、ペスとやっぱ金さんとリョウジ君とかと、うん、こうみんなですごいこう楽しくマイク回してて、俺あれがやっぱ一番好きかな。ずっとやってたフリースタイルの中でどんどんこう、うん、バトルじゃなくて、うん、みんなでどんどんパスしていくっていうのやってたじゃないですか。う、ね、もう一言でいい一発ギャグみたいのずっと言い合うみたいな、ね、感じとかね、すっごい好きだったな。あの頃もすでにそのチョイスにその最初にじゃあ金さんたちに呼ばれて、はい、行った頃にすでにもう即興やってた。やってましたね。なんかね、早いよね、やっぱり。まあ、そのナッツってやつの家にターンテーブルあって、うん、でみんなでコード持ってったりとかして、うんうんうん、ちょっとやってみようぜってなった時から、うん、結構フリースタイルなぜかやってて情報なかったんですけど、多分こうみたいな。こんな感じ。でこう2枚使いできるやつとか、その上でラップした時から結構ね、なんかできてたんですよ、なんか。フリースタイルらしいことはね、うん、できてたんですよ。なんかさ、目があるから。FG ナイトは特に金さんとシローさんの、うん、歌丸師匠の目があって、うん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 、
即興やってないと見抜かれるからさ、なるほどお前今日即興じゃねえのみたいな感じがね、すごい怖かったから。俺らかそうにリップスライムみんな知ってて、まあね、そのね、あの FG の後輩グループみたいなことでね、うん、もうちらほや、ね、そう、そういう雑誌にちょっと出させてもらったりしてたからってことで、そう、うん、で行ったらやっぱみんなすごいなんか楽しそうにやってて、全くちょっと繰り返しになっちゃうんですけど、でもそれってすごく、うんうん、いいなと思ってたっすよ、ね、何よ、そこをバトルの方向に切り替えたのは君じゃないかそれこそ金賞行った時とかもね、そうすごいよ、ラバキルみたいになってるわけだからさ、それはしょうがないよね。でそこで本当にシーンがそうやって動いていくし、まあ今のフリースタイルの ブームにつながる、その一番最初やってるのがクレイちゃんだったから、いやもう、もう衝撃的だった。あとはもう退散するしかない。いや無理無理無理、そんなクレイちゃんと一緒にマイク持つのは自殺行為だみたいな。いや。でもだってラップ自体はどうやって入ってきたの？ラップね、どうやって入ったんだっけ？中学校の時にダンスブーム、ああそっかそっか、あその辺は話した気がする、その当時も、うん、そうですね、うん、最初はダンスだったって、ダンスブームがあってそこに見事に乗っかって、うん、気づいたらラップ、あのボビー・ブラウンのエブリリトルステップとかすごい好きだったんですよ。なんか最後の方のちょっとボビー・ブラウンのラップみたいなところとか、あそこがすごく好きだったりとか、気づいたらこう、まあ、ハマーも来て、そうね、バニラアイス、C&C ミュージックファクトリーってまさに同じステップを踏んで、ダンス甲子園とかもあって、ダンス甲子園、ダダ、ダンスダンス、そう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 、うんうん、まさにそうね、ダンス番組いっぱいあったからね。そうですね。で、そう、今、まあ、これ見てる人たちだとびっくりするかもしれないけど、うん、みんな、そのラジオの時も言ったかもしれないですけど、みんな一緒にいましたよね。ダンスの人もいた、レゲエの人もハウスの DJ もいた、うんうん、でハウスの時間とかちょっとあって、ハウスのダンサーとヒップホップのダンサーちょっとバトルしたりとか、したあったあったありましたよね。ビーボーイもいて、みんないましたよね、うん、だからレゲエなんかは俺覚えてんだよ、もうまさにバイト先みんなあの辺原宿で働いてる時代があったじゃん。そんな話したかった。そう、本当に俺とリョウジ君結構そこ共通点ですよ ね。レゲエにすっごいハマってた時あってね、がっつり行ってる時があったよね。ね、うん、がっつり行ってた、本当にだダブとか、そうすげえ持ってたもんね。俺もヨウジ君もそう持ってた、持ってた。なんて説明したらいいんですかね。そのだから、うん、ヒップホップシーンとレゲエシーンもすごく密接で、うん、レゲエの人たちも、うん、いわゆるラガマフィンというこう、うん、ラップ的なアプローチをするんだよね、うん、それがものすごいあの鮮度がいいっていうかさ、うん、面白くて、それをしかも定期的にいろんなそのチームごとに、うん、あのみんなでチームカラーでいろいろ撮ってるんでね、そういろんなチームのやつらが集まって撮ってたりとかして、うん、でそれをダブって言って、うん、そのカセットとかなんかに落としてもらって、うん、みんなでこうあいつのダブのこれ新しいやつだよ、俺が働いてる服屋とリョウジ君が働いてる服屋近かったから持ってきてくれて聞いたりね、逆にそっち行って話したりとか、うんうん、よくしてましたよね、うんうん、レゲエの影響すごくあったな、すごいあった、バイブスってそこで覚えてる、ね、まさにまさに、ね、うん、今すごい若い子使ってるじゃん、うん、でバイブスって誰が言い始めたんだと、いや俺たちじゃねえと思ってたいや俺たちも元にレゲエの人たちが早かったから、うん、レゲエの人たちの影響だったんだけど、まあ、僕らの若い頃の話しましたけども、まあ、この番組をね若い氏が見てるってことで、若い氏が見てるってことですいませんちょっとあの東京のねこっちの方のねそこが近いって共通点もあるんですよね。そうなのよ、隣っていうか、そう、まあ、当時 2,30 代の頃って、はい、どんな感じのことを思ってどんな感じを目指してたりとか、うんうん、それで言ったらあれですもんね、だからキックでリップで同じレコード会社に所属してね、そんな20代だもんね、そんな20代ですよね、うんうんうん、あなんかどんぐらいの目標とか持ってました、こうしてやろう、何にもなかった、楽しくやるっていう楽しくやるしかなくて、うんうんうん、でも作品になんかその楽しんでやろうっていうのが、うんうん、リップスライムは常に全開で、それがやっぱり聴いていて気持ちよかったですね、うんうんうん、それが良かったなと、うんうん、俺は結構なんか逆にもうめっちゃ売れてやるっていうような気持ち結構強くて、あ、ほんと、うん、絶対売れたいなと思ってやってましたね。あ、そっか、それはでもインディーズの頃からあるわけですね、うん、インディーズのアンダーグラウンドから、そうそうそう、なんかなんていうんですかね、今のその20代の30代の人だと信じられないかもしれないけど、うんうん、なんかヒットの目安がその CD100 万枚っていうのがあったじゃないですか、あった、うん、それ普通に目指してたっすよね。で、CD 出すイコール、うんうん、
それをができるって勝手に思い込んでたんですよ、うんうん、ただでもインディーズとか出してみたらまあもうそれは箸にも棒にもかかんないし、え こんなにこんなに食えないのってそう現実を眼差しする ねあのなんかそインディーズってそういうことなんだとかいろんなこと学んだ、うん、20代でも、まあ、がむしゃらにやり続けたっていう感じですかね、うん、いやそこがあからさまだしすごいいいなと思うんだけどね、うん、僕らの好きなことは、うん、イコールみんなも好きだろうなっていう勝手ななんか解釈があって、うんうんうん、だけどみんな知らないじゃんっていう、あのさっきもさ、はい、あのそのレゲエのダブの話じゃないけどさ、うん、こんなのみんな聞いたらみんな面白いと思うんじゃん、うんうん、だって俺たちが思ったんだなって勝手に解釈してたわけよ、うんうん、だからそれを知らしめたろうっていうのがあったかも、うんうんうん、やっぱそのメジャーでデビューして、うん、音楽界のその大物たちと今度競わなきゃいけなくなってくる、うん、そこはもう大変じゃない、ね、一回ライブで、うん、チャゲアスさんの前にメジャーデビューしたての俺らっていうタイミングがあったんですよ。うわーすげえ。そこで、うん、いつもライブでやってるのと同じ感じで、うん、だからあのレギュレーというところのプロですよ、うん、ちょっと止めろみたいな、うん、そんなんじゃ、うん、この曲聴かせねえぞみたいな、うん、シーンとしているんだけど、いやそんなんじゃもうこのままじゃチャゲアスさん出てこないよみたいな細毛がもういけると思って、うん、で言ってやったんですよ、うん、翌日も BBS 大荒れ、あ、大荒れ、あそれなんだあいつら、何あいつら、うん、生意気だってことになっちゃうってことね、うん、でもね、チャギアスさんくらいのスーパーメジャーになってくると、うん、自浄作用が働いて、うんうん、なんでそんなデビューしたての子たちにそんなこと言うんだっていうファンの人と、うん、それ言ってる人のバトルになって、うん、自然にこう進化していくっていう、素晴らしいね、でもその怖えと思って、あ、いやまあなるわな、なりますよ、ね、なるわな、だ逆に僕らはどこにも波稼いだらないように来たよほいすいませんっつって僕らはなんかこう、うん、幸運だったっていうか、うん、そのさっきのりょうじくんの話じゃないですけど、うん、変質的なまでに自分たちがやってるもの最高っていう気持ちあったじゃないですか、うん、ある、ね、うん、それはあった、 だからそれが今の子たちでもちょっとなんかもう突拍子もないものにハマったとしても、うん、それがもうちょっとなんか軽く好きぐらいじゃなくて、うん、これはもうのめり込んでるということがわからないぐらいのめり込んでる人は自然と道が開けていくんじゃないかなと思うし、ね、あ、確かに、うん、我々多分その状態に入れたんだと思うんですよ、うん、そうだと思う、完全に信じてたし、インディーズのさチャートとかがさ、うん、例えば HMV ないし、はい、あの某、まあ、でっかいレコードショップとかに、うんうんうん、こうインディーズのチャートであって自分たちの作品がちょっと出てなかったりする、それチャートに、うんうん、並べに行ったもんこれだから今ちゃんとしたチャートはこれですみたいな、確かに何言ってんの、並べ会やりましたよ、やったやった、僕はこれ聞けみたいな、うん、1位のところに並べてさザーッつって、1位のやつ聞いてみたら1位だって現実を知る、すげえ1位みたいな8年ものとか12年ものとかって、うん、よくメニューとかにも書いてあって、うん、あるね、あるね、うん、シンプルに頼んじゃったりするけど、うんうん、それだけこうかけて、うん、物作ってるってことじゃないですか。そうですね。音楽で8年ものとかありえないじゃないですか。ない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 。どっちかっていうと、エンヤが3マスタリングに3年かけるって聞いた。エンヤ。なんじゃそりゃと思った。だからあの深淵な鳴りが。1日か2日じゃないと思う。深淵な鳴りになるんだよね、うん。すごい世界ですよ、ね。すごい世界だね、うん。そういうのないもんね。やっとありがたみが分かる年齢になってきたと思うんですよね。うん、そうだね。だから分かった人から、うん、なんか伝えてあげないと、うん、これってこんなにっていうね、うん、自分がこだわってるものとかを、うん、あんまりこう人に伝えないできたんですよ。なぜなら自分が一生懸命頑張んないと、自分のことで精一杯でやってこれなかったんですよ。そうだね、うん、こういうのも、うん、ただ飲んで美味しいよりも、うん、やっぱ何年こうしてこうこうこうやって作ってるとか、うん、はい、こういう樽はこういうので作ってるとか、うん、こういうのを使ってるって聞くと、うん、ストーリーをこう想像できる年齢になってきたじゃないですか、はい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 、涙もろくなるじゃないけど、はい、だからそう、いろいろ聞いた方が美味しいのと一緒で、うん、
音楽もなんかもうちょっとこう作り方とか、うん、なんかそういうの伝えていきたいなって最近なんかちょっと思い出してるんですよ。初めてここ何年かで全然思ったことなかったんですけど、うん、やっとこう美味しく飲めるようになってきたなと思います。ああ味わって味わって、そう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 、だから特にこういうバックボーンがあるっていうそのドラマを感じるみたいなことっていうのを一口含んでんってこう飲み方で感じれるかどうかっていうのがまあ大人か語るな子供なのか語るなだからあれ、 なんじゃないのあれっすよね、うん、何、うん、サチコリップよ私キックみたいな言ってた人がいるとしたら、うんうん、繋がってんだよっていう全部ね、そうなんだよ、うん、本当はね それ含めてどっちも聞いてくれっていうね、そうそう味わってもらえたら、そう繋がってとこも分かるよっていう、そう聞いたな、そうそうそう、まあ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 ね、今日はねあの美味しいこだわりのお酒いただいてるんで、うん、ちょっとこだわりみたいなところをちょっとお話伺いたいなと、こだわり、うん、1個あるとしたらビートかな、やっぱ自分で打ってるっていうのもあるから、あまあそこはもうすごいよ、うん、そこがやっぱ他そのなんか自分たちがいいと思ってたやつと世の中で流行ってるものとの差だったのかなって気がするんですよね、うん、ジャンル違えどもさっき話してたレゲエなり、うんうん、ドラムベースなりもちろんヒップホップ、うん、他の何よりもやっぱこうビートでビートとなんかちょっとだけなんか鳴ってれば楽しめるっていうか、一番何こだわってるのかなっていうとそこなのかなと、でそれをあんまり語る人がいないじゃないですか、ビートのこうしたらもっと良くなるよとかこういう音色が俺はいいと思うよっていうのを語るってこなかったし、語る人もいなかったし、だからちょっと未来のためにはそういうのを形にして残してあげるのか直で教えてあげるのかっていうのをもう少し俺やっていけるといいのかなっていうのはこの何年か特に今で15周年迎えておぼろげながらちょっと考えてるんですかね、大盛況だよそんなクレーバーのスクールが開かれて、曲作り始めてた頃に使ってた機材、まあ、例えば MPC3000 とか、うん、今もヴィンテージマシーンだし、うんうん、そうだね、うん、そうなってくるとそれがやっぱなくなっちゃう前に、うん、そのなんか技術とかいいところとかを、うんうん、伝えていくっていう役目もあるのかなとかはちょっとやっと考えられるようになってきたっていう感じですだいぶ独自の道行ってると思うんで、うんうん、まあ、追求し続けたいっていう気持ちはあります。できるとこまで、もうできるとこまで自分で曲作って自分でラップしてパフォーマンスしてっていうのはやってみたいかな、え、でもそのいわゆるお手伝いしてくれてるスタッフはいるわけでしょ。あ、もちろんもちろんもちろん、あの例えばビートプログラムを立ち上げ、あの作っていくことに対してもあのマニピュレーター的なお手伝いさん全くいない、完全に俺全部やってるから、だからそれもやっぱ伝えた方がいいと思うんですよ、こうやるんだよって。そうなんだよ、うん、そこってさ世のサウンドトラックメーカーでいっぱいいるからね、そのお手伝いさんがいるからこそ、うん、アイデアだけ言って、うん、あとやっといてっていうような人はいっぱいいるんだ、うん、全部自分でやるからこその大変さであり、だからこそのクレバ印っていうのがあるよね、うん、うちのもそうなの、まあそうか、フミヤさんね、 あとだから最近だったら豆腐ビーツとかね、あ豆腐ね、豆腐くんねとかなんか増えて、でもやっぱ少ないじゃないですか、少ないです、うん、なんかどんな形になるのか最後は分かんないですけど、うん、少しそういう力添えできればいいなって思って、最近ねよく出てくるんですよ俺の力、うん、でもまだ何も動いてないからちょっとあの15周年頑張って自分のことをしっかりやって、うん、なんかいいタイミングで何かできればいいなっていうのをちょっと思ってですね、そうだね、あと飲み続けたい、一生そうあの飲むためにやってるっていうのも俺はね、うん、あるから一生飲み続けたい、うん、I'm gonna get off.